現役生にとってはそれはできてないところからこう一気に加速しなきゃいけない時期じゃないですか、うん、やっぱり夏ってどうしてもあのだらけてしまうような気がしていて、そうなんですよね、そうなんですよ、はい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 、ちょっと気を引き締めて夏は、うん、あのやらないと。武田塾チャンネル。いや6月来ちゃいましたね、本当梅雨だよ。いや梅雨ですよ本当もう。何が見てたの梅雨嫌い。いやもう梅雨大嫌いですよ僕は本当、うん、バイクはもうバイク錆びるしバイク乗れないしで外出れないからさ、うん、勉強しやすいんじゃない逆に。確かにそうですね、天気いいとさ、うん、夏だと遊びに行きたくなっちゃうよ。確かに。まあそんなね悩んでる受験生の質問に答えていくこの番組は受験相談 SOS。 美和先生、はい、今回の質問なんですか。はい、今回の質問は、うん、受験生にとって夏休みってどれだけ大事なものなの、うん、夏休みの重要性を教えてください。なるほど、夏休みね、うん、美和先生受験生の夏休み何してました。まあ、勉強したり、はい、勉強してましたよなんかすごいちょっとリアクションが怪しいんだけど大丈夫やってた、うん、大丈夫、はい、まあ一応あの夏期講習だけ通ってたんで、うんうんうん、ちょっとまあそこであの一応塾の自習室は使ってました、はいはいはい、なるほどなるほど。その今その生徒たちに対して夏はどうだみたいな話はしてます。夏ってこういう時期だよみたいな。まあそうですね、やっぱりあの学校通ってる子は、うんうん、あの一番時間が取れるから。そうですね、うんうんうん、浪人生はどうですか。まあ、浪人生もあの私兄が浪人をしてちょっと1年見ていてすごいあの、うん、その感想っていうのを、まあ、生徒にも伝えてるんですけど、うん、やっぱり夏ってどうしてもあのだらけてしまうような気がしていて。兄もそうなんですよ、はい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 、ちょっと引きを引き締めて夏はあのやらないとそのままあの 秋までだれていったら大変だよっていうのはお話ししてます、はいね、はい、そう今宮田先生が言ったことまさにその通りで、現役生にとってはそれはできてないところからこう一気に加速しなきゃいけない時期じゃないですか、うん、浪人生は別に夏だろうが春だろうが勉強時間変わらないわけですね基本的には。まあ、浪人生あるあるとしては一番やる気あるのが春なんですよ。ああそうですね、はい、うんうん、ちょっとやるぞって言ってみんな大体やる気のこう上がり方でいうと、まあ、春がこうピークじゃないですか、うん、で春でこうめっちゃ頑張っておっしゃやる気出した、夏ガクって下がって、秋はやべえやべえと思いながらあんまりちょっとだんだん浮かんねえじゃないかと思ってやる気下がってきて、うん、もう直前期はなんとかなるだろうという謎の自信を持って受けるっていうよくあるパターンなんですけどあの、うん、夏に受験生の意識を維持するのがとても大変なんですよね、やっぱり。だって大学生じゃないですか周りは。うん、そうですよね、夏休みなんですよね。遊びますよね、遊びますよね、なのでやっぱなんていうかこうやってればだんだん限界は上がっていくけど、何もやってなくて急に頑張ることはなかなかできないんで、うんうん、だから夏はやっぱその夏の間にこう全力が出せるように仕上げてなきゃいけないっていう、自分自身を受験モードのこう状態に仕上げるっていうためにすごく大事ですね、うんうん、後々が辛くなってきますよ ね夏以降が、ね、うん、直前期なんていきなり頑張ろうと思ってもなかなかやれるもんじゃないですか。そうですよね、うん、やっぱりそういうあのモチベーションもそうですし、やる気こうあのどんどん上げていくのはやっぱり夏で、はい、夏に上げるのが一番かと。運動不足の人が急に走り出したら、ね、足つるでしょって話で、そうですね、それと同じでね、あの準備運動もして勉強の準備をしないと、うん、ね、なかなか急にできるもんじゃないから夏の間にそれをしっかり作っておく、うん、ね、一応武田塾的には志望校ワンランク下に受かるように、うん、それを夏中8月末までにやるようにっていうのを目標としてますね。はい、な感じなんで、まあ、現役生浪人生で夏のちょっとね、問題点というか夏の目標はちょっと変わる部分はありますが、それぞれね、皆さんの条件に合わせて頑張ってもらえればと思います。はい、今回は以上です。武田塾、はい、新サイトオープンしちゃいました。新サイト、おー、そう、大学受験のさ対策動画あるじゃないですか、はい、大学別の対策動画、はい、あれをこう見やすくまとめたサイトができまして、へー、ですね、参考書だけで大学合格 .com というサイトがありまして、すごい、もうそれ見れば全大学の対策がもう分かるってことですか。分かる、それこちらなんですよ。おお、そこですね。そう、うん、どこだ、あそこか、はい、でさらにね、はい、あの勉強方法とかいろいろ書いてるサイト、うん、昔からやつあるじゃないですか、はい、逆転語学 .com、 あ、それだそれ、逆転語学 .com、 はい、はい、それもこちらから、はい、おお、そこですか、おお、はい、ぜひね、この武田塾チャンネル以外の、ね、サイトもぜひ、うん、あのね、利用してもらえればと思いますので、うん、お願いします。
タケタケチャンネル1万人突破しました、はい、1万人突破した、はい、1万人、はい、ミリオン、あ、違うわ、ミリオンじゃない、はい、1万人、はいはい、これからもね、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。